オバマ氏、彼女の勝利演説も、最後のジョーク演説披露ネタは、米大統領選。オバマ前大統領は30日、ワシントンで開かれたホワイトハウス記者会主催の夕食会に出席した。オバマ大統領がこの会に出席するのは、この日が最後、自身の後継ぎ者を選ぶ大統領選をネタに、恒例のジョーク満載のスピーチを披露した。大統領は、任期最後の年に私の支持率が上がり続けていると紹介。何が変わったのか誰も理解できない。問い深しげな表情を見せた。その瞬間、原因はこれだと言わんばかりに、共和党の指名を争う不動産王ドナルド・トランプ氏とテッド・クルーズ上院議員の変化をガスクリーンに映し出されると、会場は爆笑に包まれた。共和党内では二人の候補を嫌う人が少なくない。出馬を見送ったポール・ライアン下院議長を担ぎ出す案も取り沙汰されている。大統領はこれに引っ掛け、夕食会の出席者はステーキか魚か選ぶように言われたのに、多くの人がポール・ライアンがいいと言っている。選択肢はステーキか魚だ、と注意し、笑いを誘った。来年は別の大統領がこの場に立っているだろう。彼女が誰なのかは誰にもわからない。と、ヒラリー・クリントン前国務長官の当選を予言する場面もあった。民の声に続く。